そう、そう、だんだんフライになる。時価速度はフライだよね。フライだよ、これは。フライの世界に来ないで。飛ぶでしょ、飛ぶでしょ。だってそっちじゃないの、飛ぶって言ってたの。こっちの方がもっと飛ぶけど、それも飛ぶの。何撮ってんだ、このドライフライをさ、僕はもう進んでるみたいな、そうでしょ、もう完全にこれフライと同じような扱いができるよね。うん、で飯塚さん、そこで落としてみて、その見えるとこで。あ、俺じゃあ見えるようにしていい？まあ、いいよ。ちょっとあの眼鏡変え。材質が違う。その辺で落としてもらう。見えるとこで。そこがスーッとしたんだけど、これがすげえなと思っちゃう。こういうバランスだって。食ったね。食ったね。食ったね。あ、あの人、口についてる。そのままラインたるましといても、そういう感じでずっと落ちてきますよ。このまま落ちてる。すげえバランスだよな、これがな。しかも言わないですから。送った。おお、飛んできたよ。だから食う余裕があるんですよね。これはフライだよ、この世界。入ってこないでって言いたい。あ、なんでそういうこと言うの、また。これでも、これさ、飛ぶようになったら一番始めるきっかけは飯塚さんだからね。ラインシステム。そう、飯塚さんが何そんな飛んでんのって言ったのから始まったんだから、これ。ああ、